んなね、あの問題があるときに文句を言うだけじゃなくて形を提案してあの解決方法を示せるっていうのはすごくあの自分の性格に合ってるかなと思います。もう一番は建物が建ったときお客さんからの、まあ、ありがとうの一言が一番、まあ、やりがいにはつながっているかと。自分がしたいことをできるわけじゃなくて人がしたいものを人のお金で建てるっていう、あくまで人の建てたいものを形にする仕事なんだっていう、その人が欲しいものを整理して、まあ、見える状態にしてお渡しできるっていうのが面白いところかな。僕らのところにどういう仕事が回ってくるのかっていうと、ハウスメーカーから見捨てられたというか見放されたところ建てれないのかなって思ってる人にちゃんとしたあの希望の家を建ててあげれるっていうのは、うん、やりがいを感じますね。